さて、第3回ということで始めますね。前回はこの辺をやりかけてたんですよね。もう一遍ちょっと、Mr. Abe is the successor who will be、chosen on なんとかかんとか will have his work cut out で、括弧して See Asia section ということでね。 See Asia section というのはアジアのセクションを見よう、アジアなんちゅうてんのかな、アジアコーナーを見ようって言うけど、アジアコーナーってこのこの雑誌の The Economist の雑誌のはいろんなコーナーに分かれてますが、アジアコーナーを見たらまたもっと詳しいこと書いてありますよ、見てくださいってことですね。そして前回ちょっと説明仕掛けてたんですけども、Mr. Abe's successor、Mr. Abe の後継者は will have his work cut out ね。have his work cut out は自分の仕事、自分が仕事、大変な仕事をまあ抱えることになるというような意味ね。大変な仕事を抱えるという意味で have one's work cut out という直訳したらね、自らの仕事を切り取られるということか。しかし自らの仕事が切り取られるということは、自分の仕事が切り取られてしまうということが、なんで大変な仕事を抱えるという意味なのかなとかで分からんのですけどね、僕はね、これね、何か特別に切り取られて、その仕事が大変だから特別にこう切り取られて別のところに置いておかれるというか、特別大変、それぐらい大変なんだとね、いう意味なのかなと。そこからそういう風な意味になっていったのかなと、ちょっと分からないんですけどね、分かりません。その由来は分かりません。なんでそういう意味になったのかは分かりません。ただこのイディオムはネット上に書いてあるけども、大変な仕事を抱えているというね、大変な仕事に直面しているとかいうような意味になるって書いてありますわ、ネット上にね。さてとで、そのミスターアベの後継者は大変な仕事に抱える、大変な仕事に直面することになるだろうと。で、次、ミスターアベサクセッサーの後に、Who なんとかがついてますね。さてと、Who will be chosen on September 14th by the、LDP's MPs ね。このサクセッサー、このミスターアベのサクセッサーの後継者は、chosen、選ばれることになるだろう、選ばれることになる予定だと。On September 14th、9月14日に、by the LDP's、MPs ね。MPs、LDP はもちろん、Liberal Democratic Party、自由民主党、自民党。MPs は、Member of Parliament、Member of Parliament。それに複数形の S がついてるんですよね。もし一人だったら、an MP ですね。a member of parliament, an MP。で、two MPs だったら、ね、two members of parliament ということですね。で、複数形だから S がついてると。ね。だからこれなんだよ。まあ日本で言えば国会議員ですよ。向こうのイギリス議会議員ですね。で、まあ、パーラメントは、イギリスの議会ですよね。パーラメント。で、何アメリカだったらね、コングレスが議会ですが、議会議員だったらコングレスレプレゼンタティブって言うんだったかな、忘れました。メンバーオブコングレス、コングレスメンバース、あるいはいや、むしろ上院議員か下院議員かをはっきりさせるから、アメリカではセナターというかレプレゼンタティブというか、どっちかですよね。確か下院議員は確かレプレゼンタティブって言ってたと思うんですが、ね。で、上院議員はセナターね。まあ、ともかく国によって呼び方が違うからちょっとややこしいですね。というわけで、で、まあ、ともかく、何だったっけ、このミスター・アベのサクセッサーは、この時に、こういう人たちによって選ばれる予定だということだけども、この、こういう人、すなわちミスター・アベのサクセッサーは、大変な仕事に直面することになるんだと。ほんで、But all these problems have been made more、manageable by Mr. Abe's 8 years in office ね。
しかし、ちょっと待ってね。うん、大丈夫ですね。はい。But all these problems、しかしこういう問題はすべてということでね。こういう問題ってどういう問題か。すなわち、ミスター安倍の後継者が大変な仕事を抱えることになるという問題すべてはということですね。But all these problems have been made more manageable。しかしこういう仕事はすべて、こういう問題はすべて、マネージャブル、もっとマネージャブルな状態にされたのである。誰によって、何によって、ミスター安倍の、在任中の8年間によってということですね。どういうことかというと、日本の政治を行う、特に首相として、日本という今大変な時期にある日本を抱え込む、日本を統治する、日本を、ね、日本において政治を行うというのが、ただはもうずっとミスター安倍のずっと前からずっと大変だったと。で、だけどもミスター安倍のおかげでこの大変なね、時期を、ミスター安倍が8年間頑張ったおかげで少しマシになったと。ね、少しというか、だいぶマシ、ミスター安倍のおかげでだいぶマシになったというようなことを、まあ、ずっとこの記事では、ね、評価してるわけですが、その一環としてこんなことを言ってるんですね。ミスター安倍の在任中の、8年間のによって、more manageable になったのであと、こういうような問題。問題は大変なんです。日本の問題は大変だ。だけども、ね、もっと、なんちゃら manageable だから、なんちゅうだよな。まあ大変だけども、対処しやすく、ミスター安倍の8年間のおかげで対処しやすくなったのであるとかね、政治を取り行いやすくなったのであるとか、なんか、まあ適当に訳しておきますね。適当にって言い換えるという意味じゃないけども、ね。まあそんな感じですよ。ね。僕は和訳別にうまいわけじゃないから、意味は正確に取ってるつもりですが、日本語、うまい日本語表現力に、うまい日本語に翻訳する力はあんまりないですから、僕は。もっとも、僕は翻訳はずっとやってきましたけどね。僕は和訳じゃなくて英訳ばかりやってましたからね。だからあんまり和訳得意じゃないんです。申し訳ない。で、The outgoing Prime Minister has done a far better job than is commonly acknowledged. 何これ？ The outgoing ね。外へ出ていく、going out をひっくり返して outgoing。外へ出ていく首相は、だから今から辞めようとしている首相は、すなわち、安倍首相のことですけども、もうすぐ在任期間が切れる首相、この首相は、だからミスター安倍はということで、日本だったらもう安倍首相はって何回も安倍氏はずっと何回も見ますけども、英語の場合は毎回ちょっとね違う言葉で言い換えないと気が済まないですね。同じ言葉で、何回も繰り返すと芸がないんですよね、英語の世界ではね。なるべくだからミスターアベ、何回もミスターアベと言わずに、ミスターアベという代わりにこの The outgoing Prime Minister ってね言い換えたりね、いろいろ言い換えられるんです。まあともかく安倍首相は訳してもいいし、これもうすぐ在任、もうすぐ首相を辞任することになった安倍氏はとでも訳しておきましょうか。Has done a far better job than、 なんとか何よりもはるかに良い仕事を行ったのである。何よりもかというと、than is commonly acknowledged。通常認められているよりも、一般的に通常認められているよりもはるかに良い仕事をしたのである。何を言ってるかというと、安倍首相のことは文句ばっかり言ってるんですよね。日本のマスコミは特にね、安倍首相ダメだ、もうでもどうしようもないダメだと言ってるけども、実は海外では結構ね、すごく評価されていて、ね、
もう絶賛なんですよね、全世界でね。ところが日本のマスコミだけはむちゃくちゃ言ってるから、僕らも日本のね、ついつい日本にいると、あの日本のマスコミをうっかり信じてしまって、あ、安倍さんって大したことないのかなと思ってしまう。実はそうじゃない、その反対ね。海外のメディアはもうこぞって、安倍首相よく頑張った、もう日本で、ね、日本のこの歴史で、一番よく頑張ったんじゃないかというようなね、高い方がなんですよね。まあそれでともかく一般的に認められてるよ。だから一般的に、あの、まあ、例えばマスコミとかで、ね、日本のマスコミとかで言われているよりもね、はるかに良い仕事をしたんだと、立派な仕事をやり遂げたんだと。 Before COVID-19 struck、Abenomics was、succeeding albeit slowly in resuscitating the economy、ね、Before COVID-19 struck、 COVID-19 はもうすでに、うん、もう何回も僕はこのビデオ、あの、ね、一連のビデオで言ってますが、ね、あのコロナウイルスディジーズ2019という意味ですからね。だから結局、うん、まあ武漢肺炎と言ってもいいし、コロナ肺炎と言ってもいいし、コロナによる肺炎と言ってもいいしね、あのコロナウイルスによる病気と言ってもいいし、まあそういうことですよ、要はね。で、一般的に COVID-19 とあんまり日本では言わないから、 何それって日本人は言いますからね。だから知らないですからね、武漢肺炎が叩く前に、これ叩くっていうような言い方して、結局そういうものが襲ってくる前にってことね。武漢肺炎が襲ってくる前に、だからコロナによる肺炎が勃発する前に、勃発じゃないな、なんていうのかな、アウトブレイクする前にっていうな、アウトブレイクなんていうカタカナで、いう言い方が、まあ、日本ではもう定着してるんですが、そうですね、まあ、武漢肺炎が、まあ、流行る前にとでも訳しておきましょうか。で、アベノミクスは、あの、何これ、クォーテーションマークしてますね。これなんでかというと、決して日本人はよくこれクォーテーションマークとか、日本ではあの日本語でカタカナ、カッコをつけると、これはなんかこれをただ単に、強調しているだけだというふうに思いがちですけどね。日本人は、その例えばアベノミクスという言葉を強調したいときにカッコをつけますね。しかし英語ではね、英語でこのクォーテーションマークをつけると、これはあの、ね、ただ単に強調してるんじゃないです。強調してるという意味はないです。強調したかったら大文字にするとか、全部大文字にするとか、 あるいはその何、イタリックス、あの、なんていうの、車体字、あの斜めの文字にしたりね、イタリックス、それからあるいは太文字、ゴーティックス、ゴーティックじゃないな、ボールドフォント、あのすなわちあの 太文字にしたりします。しかしこのクォーテーションマークというのは、あの決して英語においてはね、英語においてはこれあの強調したことにはなりません。いろんな意味になり得るけど、ここの場合は一般的にアベノミクスと呼ばれているものというような意味ね。ここではですよ、一般的にアベノミクスと呼ばれているもの、これは、この言葉は世界中の人をみんなが知ってるわけじゃないので、まあ、一応クォーテーションマークをつけてるわけですね。もちろん日本通の人は、日本経済に、日本のことに詳しい人なら外国人でもよく知ってるでしょうけど、そうじゃなくてね、ブラジル人が読むか、ね、チベットの人が読むか、誰が読むかわからないですよね。で、あの日本のことについてあんまり知らないかもしれない、アベノミクス聞いたことないなというような人にとってはやっぱりクォーテーションマークをつけておいた方がいいんですよね。アベノミクスと呼ばれているものはってことですね。一般的にアベノミクスと呼ばれているものは、succeeding、成功しかかっていたのであるね。これは成功していたのであると言わない方がいいですね。これ成功していた、例えばアベノミクスは成功していた、アベノミクスはうまくいっていたと訳すと、アベノミクス was successful というふうに訳すべきなんですね。アベノミクス was successful というと、 was successful というと、アベノミクスは成功していた、アベノミクスはうまくいっていた
ね、という意味になります。ところがアベノミクスはサクシーディングとなると、現在進行形になると、ただ単にアベノミクスはうまくいっていたというように訳すと変です。日本語のアベノミクスはうまくいっていたというのは、すでに成功してうまくいって、そしてその成功したうまくいっている状態が続いていることを表すときに、日本語ではアベノミクスはうまくいっていた、アベノミクスは成功していたというふうになります。ところがここではね、そんな意味じゃなくて、成功しかかっていた、うまく生きかかっていたということです。ちょっと下手な訳し方をすれば、厳密な意味はそういうことです。完全に成功はしてない、まだね、完璧に成功してない、でもうまくいき始めてたというような感じね。まあ8割方もしかしたらうまくいってたかもしれないし、完璧に 100% うまくいって、それが完了してたわけじゃないというないんですよね。サクシーディングというのはそんな感じ、何々しかかっていたというような意味ね、ここではですよ。で、ともかく現在進行形というのは、ただ単に He is swimming、 Tom is swimming、 トムは今泳いでいる、トムは泳いでいる、だから、ね、愛しているは I am loving と言っていいのかとかね、 I am living、 私は住んでいると訳していいのか、これは問題ですね。それぞれなんか現在進行形はただ単に何々していると訳したら、全然違う意味になる場合が多い、から気をつけられていませんね。 Tom is swimming の場合はいいですよ、ただ単に泳いでいると言えばいいんですよ。でも、何々 is succeeding、ね、Abenomics is succeeding、とか、I am loving it とかね、 I am liking it、 I am living in Tokyo とかね、そういうような何とか言えず、現在進行形は何々しかかっているという訳したり、あるいは一時的に そこに、住んでいるとかね、また例えばの話、 I am living in Tokyo now、 しょっちゅう引っ越している人ね、しょっちゅう引っ越している人だったら I am living in Tokyo now、2年前はどっかそこに住んでたけど、今はねここに住んでんだよ、今は日本に住んでんだよ、東京に住んでんだよという意味で I am living in Tokyo now、And maybe one year later I may go move to another place というような感じね。そういう時に I am living in Tokyo となるんです。ところが割とね、定着して住んでる場合、もう住み始めて10年ぐらいになるかなーって感じね。うん。割とこう長期にわたって住んで安定して住んでるということを表したい時は I live in Tokyo ですよ。ね。じゃあ何年ぐらい住んでる場合には I am living と言っていいのか。のか、I live in Tokyo の場合は何年以上住んだらそうなるのかっていうのは、そんなにね、その厳密には決められない、むしろそれは主観的に決めるみたいですね、うん、本人とか周りの人が、この人はちょっと比較的短期間でまた引っ越しちゃうなとかね、いうような感じがするときは、ね、主観的に見てるんですよ。その人は短期的に東京に住んでて、また別のところに住むかもわからないな、この間までなんか埼玉に住んでたのに今は東京に住んでるなというような感じがするときは I am living in Tokyo なんですね。 I am living in Tokyo、 I am loving this ring, this wedding ring、 私はこのね、あなたがくれたね、wedding ring だね、指輪が好きになってきたわ、なんかもともとそれほどでもないと思ったけど、今なんかだん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 愛着が湧いてきたわというような意味で I am loving this ring と言うんですよね。まあこれはマクドナルズの宣伝で有名になりかけて、それで余計にみんなが使い始めたのかどうか知りませんが、まあ、なんとかインでね、現在進行形は深いなんか味わいがあって、いろいろな使い方ができますから、そのたびに全部何々していると訳さない方がいいですね。とんでもない誤解をしてしまいます、そんなことするとね。さて次ね、次ちょっと待って、ね、better than、and then was succeeding でしょ。アベノミクスは、いわゆるアベノミクスは、一般的なアベノミクスと言われているものはという意味でこうでしまうんですね。だから僕はここで一般的にアベノミクスと言われているものはと訳しておきますけどね、はうまくいきかけていたのであると、
最もゆっくりではあるがということでね、albeit ね、albeit という言葉はね、何、もともとね、これ albeit は多分ね、albeit から来るんですよね。どっかに書いてあったような気もしますが、これはちょっと古い言い方で、although it is so とかね、although it is so、 それはそうなんだけどもという意味みたいですね。 albeit、 あ、待てよ、ごめんなさい、 so は違うわ。 albeit ってここ書いてあるでしょ、 albeit slowly って書いてあるでしょ。 albeit slowly だったら、 albeit slowly だったら、albeit slowly だから、 although it is slowly とね、いうように言い換えられますよね。だからゆっくりだけどもということになります。最もゆっくりなんだけども、まあ急激じゃないけどもね、急激じゃないにしてもね、ゆっくりなんだけども、でも一応さ、うまくいきかけてたのと、アベノミクスはね。でどこだったかなこれね、ゆっくりだけどもうまくいきかけてたんだよ。この、ゆっくりだけどもね、なんていうのかな、アベノミクスはなんかこう、効果を発し、効力を発しかけていたのである。ゆっくりだけどもアベノミクスは功を奏しかけていたのであると、功を奏する、すなわち効力を発揮し始めてたのであるというような感じね。そういう意味で効力を発しかけていたという意味で was succeeding という過去進行形が使われていると思います。そして in resuscitating the economy ね、効力を発しかけていた、効力を発しかけていたのは何においてか、 resuscitating the economy という点においてですよね。すなわち resuscitate というのは蘇生させると、ね、なんか生き返らせるという意味で、蘇生させるというような日本語がありますよね。で、だがついてるから、これはその国の経済、すなわち日本の経済ですね。日本の経済を、この国の経済を、蘇生しかける、ごめんなさい、蘇生するという点において、ゆっくりとはいえ、アベノミクスという場に言われているものは、効力を発揮しかけていたのである。ということですね。この COVID-19 が襲う前はね。で、待てよ、ごめんなさい。次、resuscitating のところでね、resuscitating という言葉はなんか難しそうに見えますけどね。でも、よく出てくる言葉ね、何だったっけ？cardiopulmonary resuscitation という言葉を覚えておけば、この単語を、まあ、割と覚えやすいですね。これ、僕らはみんなやっぱり誰でもある程度は時々は、病院に行かないといけませんね。Cardiopulmonary Resuscitation CPR って、これもう日本人もよく知ってますよね。で、英語圏でもよく CPR ってよく言う。で、これ CPR って何か、Cardiopulmonary Resuscitation ですよ。ね、この言葉を覚えておいたら、これね、これ日本語で訳しても難しいんですけどね、心肺ってこれ、心臓と肺臓の蘇生ですよ。蘇生ってこんな字だったかな。ね、心臓と肺臓をなんか死にかけてるっていうか、なんか止まりかけてるからね、それを生き返らせる、そういうなんか、一生懸命こう、なんだ、人工呼吸とかいろいろ、人工呼吸なんか、あるいはなんかこうマッサージしたり、いろいろ心臓をぐんぐんと押したりね、そういうことですよ。これ医者がよくやりますね、 Cardiopulmonary Resuscitation というんですよ。だから CPR なんですよね。で、カーディオって何か、カーディオってのはカルディオね、
これはあれあれあのあのハートのことですよ。ハートね、あの心臓ですよ。パウモナリによりパウモナリってこれ肺のことですよ。心臓と肺臓の生き返らせることですよ。だから心肺蘇生なんですよ、ね、だから こういう単語一応ね大事だから覚えておいた方がいいですね。僕らはね難しそうに見えるけど、そうこれを覚えとけばリサセテーションっていう単語は、まあ、あまた出てきたかと思うんですけどね。ね、でちょっと待ってね、ごめんなさいね。次はどこや、これか、これか。で、次いきますね。ジャパンっていうことね。で、日本はジャパン、something of a wallflower in global affairs since the Second World War was playing an unusually prominent and constructive role in Asia and around the world. 日本は、コンマ、something of a 何とかかんとか、コンマ、was playing となってますね。だから、コンマで括られているこの部分は何ていうの、挿入されてますね。だから日本は、コンマ、何とかかんとかなんだけども、それは、was playing 何とかかんとか。ね、述語の部分がその後続きますね。日本は こういうものなんだけども、そういう日本はこういうことをしていたのであるということですね。さてと、日本はSomething of a wallflower in 何とかなんだと、何とかなんだと、ね、in global affairs、全世界の事情、だからまあなんていうのかな、国際関係とでも訳しとこうか。国際関係、あるいは世界事情、ね。海外事情。でもまあ、国際関係で一応訳しとこうますね。国際関係とか世界の情勢、世界情勢にしとこうか。世界情勢における壁の花、的なものっていうような感じね。Something over なんとか。何々的なものっていう感じでしょうね。Something like a wallflower ってことでしょうね。と思います。で、国際情勢のにおける壁の花的なものなんだけども、日本は、since ではせよなら、すなわち、何これ。第二次大戦以来はね、世界情勢における壁の花的な存在なんだけども、日本はという、これ壁の花的なものって結局あまり目立たないっていうかね、すなわち何戦争、第二次大戦の時はね、まあ華々しくやってたけども、それ戦争をやらなくなってからちょっとおとなしくなったというか、そういうようなことを言いたいんでしょうね、これね、おそらく。でそうなんだけども、その日本は was playing an unusually prominent and constructive role in Asia and around the world ね。しかし、その日本はこういうようなね、role、すなわち、何役目を果たしてたんだと。日本は、並々ならぬというか、こう、珍しく prominent な、珍しくというかあまり見られないようなプロミネントな傑出した、ね、目立つような、そして、コンストラクティブな建設的な役割を果たしてたんだと。何においてアジアにおいて、それから全世界においてね。だから結局何それは果たしていたというのはあれでしょうね、第二次大戦の時までだということでしょうね。うん、で、次。And Mr. Abe was pushing through. あ、違った、ごめんなさい。果たしていたのであるというのは、ずっとこの間ずっと、それからつい最近までという意味でしょうね。うん。でだからこそ Mr. Abe はこうしていたのであると。ということになりそうですね。そして、ちょっと待って、もうそろそろ、これで一旦切ります。